7日、HTB に届いた1枚の写真、ここは中央分離帯で、タンポポの隣に生えているのは、アスパラガスです。撮影者によりますと、7日午前7時ごろ、車で出勤中、信号待ちの時にふと横を見ると、アスパラガスが生えていたそうです。翌日 写真が撮影された札幌市清田区の羊ヶ丘通りに我々が向かったところ生えていたはずのアスパラガスは折られ倒れていました北海道農業改良普及センターによりますとアスパラガスの種は人の手を介さずに自然に芽を出すのが難しい植物で一つの株から何本も生えてくるため一本だけ生えているのも 不思議なんだとか中央分離帯のアスパラガス自然に生えたのか誰かが恋に植えたのかそしてなぜ折られたのか謎は深まるばかりです。